皆さんこんにちは、広報校長課鈴木です。だんだんセミの鳴き声も聞こえなくなってきましたね。代わりにスズムシの鳴き声がよく聞こえるようになってきました。秋もいよいよ深まっていくのかなと感じています。秋といえば行楽のシーズンですよね。皆様お出かけの準備など始められてはいかがでしょうか。さて今回の豊橋ナウのラインナップはこちら。秋の芋出現観察会と津軽三味線の弾き方を学び、趣味と音楽の世界を広げようについてお伝えします。そして最後にダイヤモンド婚金婚を迎えられるご夫婦のお祝いについてお知らせします。それでは初めに秋の芋出現観察会の様子をご覧ください。豊橋市岩崎町にある芋出現で9月5日土曜日、およそ20人が参加して秋の観察会が行われました。1992年に愛知県の天然記念物に指定された芋出現では、水辺に自生する湿生植物や食虫植物など1年を通してさまざまな植物を見ることができます。また市街地近郊にあることから、貴重な自然と気軽に接することができる場所として、特に春と秋の開花シーズンには多くの市民が散策に訪れます。豊橋市文化財センターでは、この芋出現と周辺に自生する植物などを観察し、出現を取り巻く環境などについて学ぶことができる観察会を定期的に開催しています。この日集まった参加者は3つのグループに分かれると、芋出現とそこに至る岩崎自然歩道を散策しました。各グループにはボランティアガイドとして豊橋出現保護の会のメンバーが付き添い、植物の特性や見分け方などが丁寧に解説されました。説明を受けた参加者は感心した様子でメモを取り、時には手に取って匂いを確かめるなどしていました。中でもこの日一番の注目を集めていたのは、細い茎の先端に玉状の花をつける白玉干し草です。遊歩道沿いに群生する様子が紹介されると、多くの参加者がその可憐な姿をカメラに収めていました。ああ、いろんな発見がありましたね。特に今まで見過ごしてた、ちっちゃなね、こういう花類をね、白玉干し草ぐらいはね、まあ前からちょっと時々意識してみてたけど、ああ、もう新しい発見ばっかりでしたよ。ええ、とても良かったです。ご親切に、本当に何も知らない私どもに分かりやすく説明してくださって、植物の名前も本当よく分かりましたし、大変感動しました。絶滅危惧種の蚊頭も見させていただいて、とても感動しました。はい、とてもためになりました。知らないことも多くって、はい、良かったです。大変良かったです。今日良かったと思います。一番の見どころはやはり白玉干し草ですね。白玉干し草はたくさん咲きますので、沢の流れ沿いに沿ってですね、川の大きな川のように見えて、天の川のようだというふうに言われているんですけれども、そういったところがですね、植生回復をやって、あちこちで復活してですね、たくさん見られるようになっています。はい、芋出現は春と秋の2回ですけれども、あと豊橋市の天然記念物で長葉の石持ち草という、食虫植物があるんですけれども、そちらの観察会を8月に2回ほどやっております。毎年広報に案内を出させていただいてますので、ぜひご参加いただければと思います。芋出現は自然の宝庫です。季節ごとにいろんな昆虫や植物がご覧になれます。皆さんぜひ観察に行ってみてください。さて続いては津軽三味線の弾き方を学び、趣味と音楽の世界を広げようについてご覧ください。時折の強い風で公園の木々が大きく揺らいだ9月2日水曜日、清涼地区市民館では津軽三味線を学ぶ講座が開かれました。これは
清涼地区市民館が行う市民大学トラムの一つとして開催するもので、男女合わせて7人が参加しました。講座は10月まで合わせて5回開催する予定で、初回のこの日は三味線の基礎を学びました。講座はまず体をほぐす体操から始まりました。しっかりと体をほぐした後は三味線の持ち方、構え方などが説明されました。参加者は津軽三味線のずっしりとした重さや感触などを確かめるようにしながら、膝の上に三味線を乗せて背筋を伸ばす基本姿勢を習得していました。続いてバチを使って音を出す練習です。参加者のほとんどが津軽三味線は初めてという人で、和やかな雰囲気の中で練習が行われました。でなかなか習える機会なかって、今回ちょうどちょっといい機会だったのですごく嬉しいです。まあ、ともかく音がまともにこうやってて、その一つの音が出るんだったらなったらいいなと思ってます。簡単な曲でいいのでちょっと演奏できたらなっていうところですかね。同じ動作を繰り返し行って三味線に少し慣れたところで、初回の講座は終了となりました。結構年配の方がいるって聞いたんですけれども、年配の方がどの方かわからないぐらい、本当に若い体の柔らかい方ばかりで、ね、飲み込みも良くて楽しくやらせていただきました。今回は三味線を通して市民の皆様がとても心豊かに生涯にわたって学び続けるチャンスとしてプログラムを提供しております。これからもよろしくお願いいたします。清涼地区市民館の津軽三味線の弾き方を学び、趣味と音楽の世界を広げようでした。市内の各地区市民館では様々な講座を開催しています。興味を持たれた方は広報豊橋の募集ページなどをご覧ください。さて最後にダイヤモンド婚、金婚を迎えるご夫婦のお祝いについてお知らせします。豊橋ではダイヤモンド婚、金婚を迎えるご夫婦を対象に高齢者福祉大会にてお祝いします。ダイヤモンド婚は昭和35年に結婚し、今年で60周年となるご夫婦。金婚は昭和45年に結婚し、今年で50周年を迎えるご夫婦が対象です。高齢者福祉大会は11月26日木曜日午前9時30分から公会堂で開催します。申し込みを希望される方は9月18日金曜日までに申し込み書を豊橋市長寿介護課までご持参いただくか、郵送またはファックスにてご提出ください。なお申し込み書は長寿介護課、各窓口センター、各地域福祉センターなどで配布しているほか、豊橋市のホームページからダウンロードも可能です。詳しくは豊橋市長寿介護課電話 0532-51-2337 へお問い合わせください。対象となるご夫婦はぜひお申し込みください。さて今回の豊橋ナウいかがでしたか。来週もお楽しみに。続いてはまちかどネット田原です。